こんにちは。安室透の女になりたい、海老まよ派のりちびです。ということで、今日はペペロンチーノ10人前とご飯を食べていきたいと思います。これ見て、えって思った人多いと思うんやけど、うちんちはパスタとご飯を一緒に食べます。パスタがおかず、それが普通やったし、なんか学生時代初めて友達とパスタ食べに行った時、ご飯が置いてなくてほんまに衝撃やって、ご飯はないの？ってなって、めちゃめちゃ衝撃やったん覚えてる。でも一回騙されたと思ってパスタとご飯を食べてみてほしい。ほんまに騙されたと思って、美味しいから。あ、口に合わなかった時は自己責任ということで。